安官天皇は日本の第二十七代天皇。日本初期では意味なお曲がりたい景美ことしている。和風志号は古事記に広国押し立て金日のち、日本初期に広国大武金日天皇とある。漢風志号、安官天皇は代々の天皇と共に大海の御船により名付けられたとされる。慶大天皇の長子。母は終わり目小びめ。危機に、 巫子女の記述はない。本庁公院小雲録によれば、ここに豊飛王がいるという。旗氏は通常は、旗の始皇帝の子孫とされるが、この記載に従えば、安官天皇の楽印となる。しかしこの豊飛王については他に資料が見当たって、おらず書読んどころ不明である。とは、曲がり金境遇。なお、 1889年から1956年まで存続した近郷村は、この宮号による近代の復古地名であった。近郷村が亡くなった今でも、駅名や小学校名、郵便局名等々にその名を留めている。慶大天皇の後を受けて、66歳にして即位、したが、わずか4年で崩御した。古事記では、おつぼう年3月13日に報じたとされる。 安官天皇の治世の出来事として、安官期に関東から九州までの三宅の大量設置と41箇所の三宅の名が列挙され、これに伴う犬会部の設置が記されている。なお、日本初期に引くくだら本紀によれば、531年頃に天皇と大使、巫女が共に皇居したという書伝があるという。このことから、京大天皇の死後、安官天皇、 戦火天皇の朝廷と金明天皇の朝廷が、並立し、二朝間で内乱があったのではないかとする説もある。後世、神仏集合の教説で、蔵王権現と同一視されたため、明治時代の神仏分離以降に、従来蔵王権現を祭神としていた神社で、安寒天皇を祭神とし直したところが多い。安寒天皇古市高屋休場領は、宮内庁により、 大阪府羽び野の市古市五丁目にある腰高屋丘陵に自乗されている。区内頂上の形式は前方公園。遺跡名は高屋月山古墳で、墳九丁122メートルの前方公園墳である。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。在位年と西暦との対象表、日本書紀における、 安官天皇の在位年には不自然な点があり、安官天皇在位記念には日本書紀の他にも諸説がある。詳細は、慶大、金明朝の内乱を参照。日本書紀における記念、日本書紀ある本におけるこの時期の記念なお、古事記には、慶大天皇について、天皇、五年死十三歳、日のと羊年四月九日法なり、とあって、 527年の崩御とされている。また、安官天皇については、おつぼう年3月13日法なり、とあり、日本初期と同じく535年の崩御とされている。ありがとうございます。